性加害問題を受け、明日スマイルアップに社名を変えるジャニーズ事務所。ファンに愛されてきた名古屋のジャニーズショップも今日で閉店。最後の1日にファンは、まあ、最後なので記念にと思って、うん、キンキッズさんとかそのまま4万5000円ぐらい。今日をもって閉店するジャニーズショップの前です。開店前なんですけれども、朝から多くのファンが並んでいます。ジャニーズ事務所の社名変更に伴い今日閉店するジャニーズショップ名古屋。今日はいつもより30分早い午前10時に開店。ファンが続々と店内に入っていきます。もう最後なので、もうたくさん買いたいなと思ってきました。テストを頑張った後とかにご褒美として来てました。勉強のモチベーションになってたと思います、うん、最後なんでちょっと来ようかなって、うん、気合い入れてきました。最後だから、最後だから。そうなんですね。在庫なくしたしでもすごい嬉しいです。こちらはキンキキッズとスノーマンのファンだという女性。やっぱり閉店するって知らせを聞いてた時にちょっとどうしようっていう感じになっちゃって、急遽16日の予約が取れて、オンラインショップだと200枚までって枚数が決まっているので。レシートを見せてもらうと、なんと身長ぐらいはあろうかという長さです。228.4万5000円ぐらい。店頭でグッズを手に記念撮影をするファンたち。店に入れるのは事前に予約したファンのみ。それでも諦めきれず訪れたという人も。2週間ぐらい前からずっと見てたんですけど、全然ダメで。とりあえず写真だけでも撮りに来ました。もう青春がいっぱい詰まってるって感じですね、はい、嫌なことがあったらとりあえずここで買い物をするみたいな。彼らの姿に元気をもらいに、はい、来る感じです。明日からはスマイルアップに社名を変えるジャニーズ事務所。推しのグループが今後どうなるのか、ファンの気持ちは複雑です。なんか名前が変わっちゃうのは悲しい気持ちも大きいけど、でも7人が決めて出してくれる答えだと思うので、ついていこうかなっていう気持ちが今は大きいです。そうですね、悪くないので彼らをもうただひたすら応援していくだけです。ファンに親しまれてきたジャニーズショップもあと1時間ほどで閉店。そして61年続いたジャニーズの看板を下ろすことになります。